めちゃくちゃ喋るんで、うん、立ち止めたらすごい怒ってました。ちょっと仲悪くなりました。今仲悪い状態から紹介する感じ。今は大丈夫です、ね、ギアをあの車のギアをこんなところに入れたらこういうふうにはならないとか細かく調べたりする人もいるんですけど、そうじゃなくていいじゃん、そこじゃなくて今大事なところそこじゃねえよと。今やってる練習全部なくなったらできます。実現してな、実現した時は僕はあそうそう切ない時です。空口がない空口がない時ですけどね。もう先生売れますからね、実現しませんね、実現しないことを祈って。さて水本先生、はい、我々 VCA はね、皆様のご意見を頂戴するというか、ご意見を大切にしたいということをやっていまして、はい、漫画家水本先生という立ち位置でもいいし、個人水本明継でもいいし、はい、今おっしゃりたいこと、皆さんにこういうこと伝えたいなっていうことをお聞きしたいんですけど、どんなことがありますでしょうか。思うのはですよ、はい、やっぱジャーナリストだと思うんですよ。それを表現の方法として漫画という手段を使ってるだけと思う。自分は映像を使ってる、はいはいはい、喋る人は喋るで使っている、文字書く人は文字っていう、それ漫画で表現してる人だと思っていて、そうですね、なんか常にアンテナ張っていろんなものを吸収して、うん、それをこうどういうふうにね、うん、まあ、自分が原作者という立場の時はそういうふうにしていくだろうし、その中からいろんなことがきっと感じることあるんだろうなと思って、はいはい、だから自分としては志高くしすぎてぶっ壊れた意味では、うん、やっぱり漫画でいろんな人を変えたいっていう気持ちはあったんですよね、うんうん、でもやっぱりそういうのってエゴかなっていう時期がありまして、そのやっぱりあの復活する前は、うん、で結局もっとバカでも読めるみたいな、うん、そういうのであって、そこからスタートしたらやっぱりもう読んでて楽しいみたいなのが増えたんですよね、うんうん、で結局今連載つながったやつがその10年前にあったやつが、うんうん、それでも何百枚とネーム書きましたけど、それがスタートなんで、やっぱ楽しんでほしいなっていうところがスタートなんで、うん、娯楽として、だから、うん、漫画をしつけに使うなっていうのはちょっとどっかありまして、うんうん、漫画を読んで勉強するなっていう感じですね。あの宮崎駿さんもアニメは見るなってよく言ってるんですよ、うん、だからあのよくあの子守のために隣のトトロを流してるみたいなのよく聞きますけど、はいはいはい、子供をね、宮崎駿はそれを否定してるんですよ、ね、否定してるんですよ、うん、作った本人は、うん、だからそうじゃなくてやっぱりしつけはしつけしなさいよみたいな感じ で、うん、で漫画も漫画でも娯楽なんだからこれを見て勉強するなって思うんですけど、うん、でも何だかで僕もやっぱり光源氏はちょっと源氏物語が好きで、うん、やっぱりこう源氏物語の漫画を読み漁ったりとかそういう時期もあったんで、うん、やっぱりそういう意味では勉強にはなるんですよ、やっぱりなんだかんだ言って、うん、だからそういう意味では使うのはいいんだけど、学習漫画として使うのはいいんだけど、うん、基本的には漫画は娯楽ですよみたいな感じですね。根本はそうですよね。そうですね、うん、だからなんかあの辛かった時にさりげなく読んだ時にこう寝ながら読んだ時に読んだ時に、うん、そうだよなっていうぐらいがいいなと思ってるんで、あとはちょっと帰りの電車で、うん、なんか今日しんどかったな、会社で仕事でこんな怒られちゃってる、うん、その時読んだ時にクスクスってぐらい、なんか10分15分でね、そうですね、はい、こうスーッと気が癒えるとか、ね、はい、だからよくあもうすごいもう一生懸命頑張って書いた漫画をこうパパパパって読み飛ばされちゃう、今スマホだからこうなりますよ、うん、まあ、辛いなっていうのは漫画さんたちでも話すんですけど、うん、僕の尊敬する藤沢徹さんが言ってたのはやっぱりあの漫画をすごく詳しく書くことあるんですよ、うんうん、その背景とか、うん、でこれはなんで本当は書かないのがすっきりして読みやすいんですけど、うん、どうして書くかっていうとあのファンのためだって言ってるんですよね、うんうん、ファンはやっぱり細かいところに見るんだって、うん、だファンのためだけでこれは書いてるっていうさ、うん、だから普通の読者のためにはそのあの白くていいんだみたいな、うん、それ聞いた時になおうわ納得いくなと思って、ね、うん、だから僕もだからちょっとこう書き込みすぎちゃってやばいなっていう時あるんですけど、うん、その時はちょっとだけごまかしでファンのためだと思って将来売れたらいいなっていう思いながら書いてるんですけど、はい、なるほどね、だからあんまり、うん、だからそんなに娯楽として書いてますね、だから僕基本的には、うん、まずは娯楽として捉えてくださいっていうことです か、はい、だからよくもうあのたまにこうすごい熱狂的なファンからすごい逆の立場の人がすごくなんかこう根掘り葉が細かく調べて、うん、こんな時にあのなんかそのあのギアをあの車のギアをこんなところに入れたらこういうふうにはならないとか細かく調べたりする人もいるんですけど、そうじゃなくていいじゃんと、そこじゃなくて今大事なところ、うん、そこじゃねえよと、だからここに 下着にこうあの黒塗りしないでくれっていうねそれも含めて、うん、はい、そこじゃないだろうっていう、うん、大事なシーンはっていう、風呂上がりは大体、ね、下着でしょ、一人暮らしちゃったらなんかね、本人はそう思ってないと思うんですけど、はい、今の言葉ってすごい深いと実は思ってます、はい、ありがとうございます。
あの今の世の中が全部そうじゃないですか。です、ね、本質そこじゃねえだろっていうところに、はい、いちいち細かく突っ込んでくることが、うん、実は正義と思ってる人たちが、はい、多い気がしていて、正義でこうずっとこう弾圧してるけど、そう、娯楽っていうのはもともと一番暗い時期に必要なものなのに、暗い時期に誰 も求めてないんですよね、うん、なんでかなって、うん、真逆なことなのにすごい求めてるんですよ本当は娯楽って、うん、でも今それやってる場合じゃないかなって、ね、余裕がねえな、はい、みたいな、だからそういう話だよね、はい、だから漫画とか映像が一番受けてる時ってのは一番幸せな時なんだなっていうのは思うんで、うんうん、はい、本当もうね、背景にどこまでこだわるかっていうところは、うん、もうサービスなんですよ。サービスなんですよ。だからサービスに突っ込むなっていう話で、はい、もう本当に読み飛ばして、はい、ゲラゲラって笑ってもらって、うん、あのその人の気持ちがスッと収まってくれることが最大の目的なんで、その細かい絵に突っ込むことは全然目的ではないっていう話であって、ね、だけど、かたや、うん、そのファンと呼ばれてる、ね、マニアと呼ばれてる人たちは、はい、そういうものに、ね、を一生懸命見てもらうこともきっと多分すごい嬉しいことだと思うんですよ、はいはい、うん、ね、そうですね、で、お、そんなとこ気が付いたの実はっていうような、そうです、それがすごい難しいところですよ ね、そこが、はい、そこを楽しんでくれればそれだけでいいんですよ、ね、だから初めて会ったあの漫画になった 10歳ぐらい下の30代の人とかに、あの水野さん先にこれ読んでましたよって、何かの何ページの何コマとか言われた時に、うん、もちろん僕は見てんなって全く覚えてないですよ僕は、うん、いやーっていう、そういう、うん、だからこのために書いてんだなっていう時あるんですよね、うん、やっぱり本当ファンのためのもんですよね、うん、はい、で、まあ、逆もしかりなんですけど、ね、逆もしかり何ページの何コマで、うん、あれはありえないですとか言われた時にはまたしかりなんですけど、まあでもそういうところで見てくれてんだって、はい、そのファンだというふうに捉えられますから、ね、すごいファンじゃんと思うんですけどね、そう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 、うん、そうなんですけどね、なんだ好きなんじゃん、だから俺のことみたいなね、本当に裏返しなんですよね、あの手のファンっていうのは本当に、だから直前まですごい好きだった可能性あるんですよね、うん、そういう人って、うんうん、多分ね、うん、好きなんですよ、ですよね、それきっかけに喋りたいだけですから、うんうんうん、そうですよね、うん、これは本当さっきの性癖につながるのかもしれないですけどね、うん、戻しますね、本当突っ込みたくなるっていうことですよね、まあまあまあさておき、でもね、はい、本当深い話だと思いますよ、はいはい、あの漫画をそういうふうに扱ってくれることがまずは大切だっていう、はい、うん、もう一つ、はい、あの VCA となんかこうコラボレーションさせてもらえませんかっていうところなんですけど、コラボレーションの前にそう我々の VCA って知ってました、まあ、あのちょいちょいあの口に出してるんで、あ、そうですか、ちょいちょいね、だろうなと思ってだろうなとあのまずもちろん今回ね、はい、水本先生の YouTube が、まあ、あの扱った YouTube がこう出るんですけど、はい、その時サムネイルっていうのを作るんですよ、はい、ぜひそのサムネイル分の絵を書き下ろしていただけると嬉しいなと、そうそれはなく、いや、それはもうあの一緒に楽しく飲みましょうというところで、じゃあ終わりました、はい、楽しく飲む、ね、4話分のサムネイルをぜひ作っていただく、ね、毎回変える必要ないですよね、微妙に変えてもらえればいいんで、色とかエッセイ漫画みたいな感じですよ、エッセイ漫画みたいな、あ、そうそうそう、あのそうそうそう、抜くとこ抜いてもらって、了解です、了解です、ね、心配だな、ただね、これコラボレーションじゃなくてお願いですから、お願い、ただコラボレーションというところで話をすると、ここで今日、ね、言えなかったというか、漫画業界みたいなところでの裏話がきっといっぱいあると思うんで、はい、そのスピンオフ番組をやりませんか、はい、いやいや全然もう結構、あ、だからあれだったんですね、うん、ま、ストップって言ってたんですね、そういうことですでもう一つですね、はい、あのお願い事を皆さんにしているのがあって、はい、次の VS100 に出ていただける方を紹介していただきたいというのがあります、小関さんという映像クリエイターの方ですね、うんうん、はい、どんなつながり、普通に飲み友達で、はい、コロナの時期も割と飲んでましたね、うん、はい、うん、半年ぶりに飲んだっていう時が彼だったりとかしましたね、はい、ですごい店でめちゃくちゃ喋るんで、うん、立ち止めたらすごい怒ってました、えー、ちょっと仲悪くなりました今仲悪い状態から紹介するか、今は大丈夫です、今でもそれから半年以上あの1年近く経ってんで全然仲良くやってますけど、はい、なんか LINE でやり取りしますけど、うん、
まあ、この間と一緒ですね最初の打ち合わせの時とね。そうですね最近はやっぱり飲むと記憶なくなり飲みますね。楽しくて、まあ楽しいですよね飲むとね、はい、飲んじゃうとね、はい、うんとその時に、はい、個人的なコラボレーションをしようって言った話を覚えてますか。覚えてますけど詳しくは覚えてないです、うん、はい、まあ、詳しい話もしてないですけど、ね、よかったしてないですよねはいはいはい、いわゆるストリート絵描きさんみたいな話の話っていうことになって、ストリート絵描き、うん、ぜひバンコクでやろうっていう話をしたでしょ。バンコクっていうのは日本以外でっていう、日本以外で行きたいですよ ね、その話しましたね、しました。そう、はい、ちょっとそれはそれでその、うん、2人でストリート絵描きをしながら それで食い口を稼いで、多分僕が絵描く側ですよね。私は宣伝する側で、そうですね、宣伝っていうかどうそれ逆にするってのもあるんですか。え、それ逆の立場も、逆も面白いけどね。いや、いいですよ。そうですね、で僕が撮る側みたいな、ね、いいですよ、いいですよでそれを配信していくと面白くなるんじゃないかって。なるんですよね、うん、で僕だから今やってる連載全部なくなったらできます実現しねえな。いや実現した時は僕は そう切ない時です。食い口がないってことなんで。そうですよ、食い口がない時ですけどね。もう先生売れますからね、実現しませんね、うん、いや実現しないことを祈って。でも僕の原作のみだったらありえますからね、うん、今は別の人が原作の連載と、あと僕原作のやつの2つじゃないですか。あと今まだ言ってなかったんですけど、うん、僕この後もう一個企画ものがあるんですよ、うん、素晴らしいじゃないですか。まだ始まってないんで、始まるまでは完全に、うん、大っぴらには言えないけど、言えないんですけど、うん、でも、はい、ちょっとそこそこ安定したら海外一緒に行けるかもしれないっていう、うん、安定したらね iPad で、ね、iPad で、はいはい、仕事がね向こうでできるかもしれないし、はいはい、そしたら、はい、ある程度できたら一緒に。いや、もう実現した方がいいのかしない方がいいのかよく分かんなくなってきましたけども、最後はエッセイ漫画でほらそれすべて、まあ、そうですね。だからそれをエッセイ漫画にする手もありますよね、うん、あ、なるほどね。だから僕がもうその間にその、うん、今これからやる3つの漫画がどれか1個でも売れたら、その担当さんにそのエッセイ漫画2人で行くやつの、うん、あ、それを連載させてくれませんかって言ったら、いいかもね、映像もあるしエッセイ漫画もあるし、うん、だから旅先で書いてても文句言われないって、うん、いや、それめちゃくちゃ面白くないですか。全然俺休んでないじゃん、俺の仕事中じゃんっていう感じになりますよね。ただ木村さんが仕事になってるかどうか、まあ、微妙ですけどね。それが閲覧数上がらなかったら、うん、僕しか稼いでない状態になりますよね。いや、本当だ。だから僕だけ売ろうってやさぐれてくる。それはしんどいな逆に今そういうことしてる外国人が世界中にいないので、はい、チャンスは今かもしれないね逆にコロナの時期にそう世界中に観光客がいないんだからさ、うん、いや、まあ僕もね、これから始まる連載なんで、ちょっとでも海外でできる iPad で、まあ、そうですね、はい、ということで今日は水本明嗣さんでした、はい、ありがとうございます。